おはようございます。今日今からアミヤの方に向かいます。今僕は北駅の方に来ています。こんにちは、ケイスケです。今日はこれからテーウエアと呼ばれている高速鉄道に乗ってアミヤに向かいます。早朝から活気のあるパリ北駅の正面です。今朝の9時ぐらいです。9時33分の電車に乗っていきます。9時33分、電車は12番のホームのようです。その12番ホームに向かっていきます。この電車です。アミヤンまでは25ユーロ、座席はすべて自由席となっているようです。どこもいっぱいだ。改札に近い車両にはすでにたくさんの人々が乗っています。それでみんな急いで行ったんだ。後方は混んでいましたが、改札から遠い前方の車両は空いているようです。9時33分、電車は予定通り北駅を出発しました。フランスの北部に位置するアミアンはパリから北に向かって約120キロ、この電車では1時間半程度の道のりです。天気予報によれば今日は一日中曇りなんだそうです。アミヤンに到着です。
駅から市街地までどれぐらいかかるのかちょっとわかんないんですけど、そんな遠くないと思います。駅の外に出ます。駅の構内はこんな感じです。アミアンの駅構内はこんな感じです。早速外に出て街中に向かいます。あっちもでもあそこに塔が見えているので、どっちだ、これメイン通りですか。とりあえず左手に見えた大きな交差点に向かっています。この街のバスは黒色なんです。道順は何も考えてなくて、ちょっと帰りの電車買ってやって、今回はすでに帰りの切符は買ってしまっていて、16時までにはこの駅に帰ってこなければなりません。こっちでいいのかな。なんとなく足を踏み入れた大通りです。とりあえずまっすぐ進んでいきます。あれなんだ、途中銅像が中央に立つ公園を目にしました。どなたの像なんでしょう。シャグデュフェンヌ・デュ・キャンジュはアミアンで生まれ、パリでその生涯を閉じた著名な言語学者だそうです。穏やかな雰囲気が心地いい公園です。戻ります。再び大通りに戻りました。メリーゴーランドが回転する交差点です。まだ午前中の早い時間なので、早い時間ではないか。 ありました。こちらがアミアンの大聖堂です。本当に大きな大聖堂ですね。この建物なんだ、ジュスティス。こちらはフランスで初めてあらゆる分野の裁判所が一つに集約された裁判所なんだそうです。この正面の広場はこんな感じの場所です。開いてますかね。開いてそうですね。人が入ってる。かなり大きいな。高さ110メートルを超える先頭です。じゃあ正面に向かいます。鳴り響く鐘の音を全身で浴びながら進んでいきます。まだ鳴ってる。すごい太陽が出てきた。このファサードの3つの扉は13世紀初期のものなんだそうです。その扉を見上げながら中に進んでいきます。では中に入ります。すごいですね、本当に大きい側楼です。こちらが新楼です。奥にステンドグラスがありますね。足場が組まれています。Thank you.
資料によると1258年の火災で教会の帳簿は消失してしまったため、15世紀以前の建築工事に関する情報はほとんどないそうです。このアミアン大聖堂は1862年にフランスの歴史的建造物に指定され、その後1981年からはユネスコの世界遺産に登録されています。また1998年にはサンチアゴでコンポステーラへの巡礼路として世界遺産に登録されたフランスの71の建造物の一つになっています。内部の容積ではフランス最大の大聖堂です。We watch it pass and grow. It is all in our hands. It is all in our hands. With every field and rising sea, can hear the sounds of all.街中に、ここ通れるのかな、ちょっと怪しいけど、まあいいや。なんだこれ。おお、結構風が冷たいな。あ、すごい、すごいな。やっぱり城の作りもかなり大きいですね。相当大きい。駐車場になっている大聖堂の後方です。その中央にあるこちらの銅像、大戦中一時は溶解される運命にあったようです。大きいね。あ、プチトラン。ほら、おお、プチトラン。下のプチトラン。プチトランの後を追うように坂道を下っています。あれはなんだ、高い建物をすぐ反応するのって早4年が経ちました。なんかとんかつの匂いがするんですよね。あれ、これなんだ、これ教会ですかね。こちらは今は劇場として使われているようです。この季節でいつもこんな感じの
天候ですね。川沿いの綺麗な場所に来ました。ちょっと降り、この川岸の名前になっているベルはアミアンを運河で海と結ぶ工事に貢献した設計技師の名前なんだそうです。かわいいですね。あ、すごいなここ。左手にさっきの大聖堂が見える、そんな場所です。素敵な場所ですね。また少し青空が広がってきました。あっちもずっと続いてますね。あそこにもなんか教会みたいな、あそこに人が立ってんのかと思ったら違ったじゃあ行きます。なんか変わった色のお家がいっぱいありますね。ずっと続くのか、色が違う。ずっと続いていくのか、教会っぽい。教会の方にちょっと行ってみます。教会だと思う。こちらは先ほどの大聖堂に次いでアミアンで2番目に古い教会なんだそうです。開いてませんでしたね。どの扉も開いていないようです。開いてないもん、さっきも開いたわ。開いてない、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 開いてない。これ何ですかね、建物。こちらは1940年の爆撃によって甚大な被害を受け、その後再建されることはなかった病棟オテル・デューの残骸です。こんなのありました。そこから500メートルほど先に位置するかつての修道院も当時の空爆の規模を物語っています。ああ、かわいい。本当に両脇全部こんな感じなんですね。反対側も。ここが当たります。さっきのとこに戻ってきましたよこれね。あ、あれなんだろう、これもすごいな。あ、でもこれもシアフクって書いてある。サーカスか、なんだろう、あれ電車の音。あれは隣の町かな。見えますか、ちょっとこれ渡っちゃったら怒られるわ。多分閉まってるね、感じが。と言いながら結局向かっています。ここ下線路なんですね。こちらの方はまた家の感じがちょっと違いますね。とても綺麗なお家が多い。この建物も変わってますね。ここ左に曲がるとあるようです。あった、この右側だ。この教会の前のお家はとても可愛い感じですね。あ、見えました。ということで遠くから見えていたのはこちらの教会でした。赤い扉が印象的なこのネオゴシックの教会が完成したのは1882年のことだそうです。ちょうどこの正面、遠くに先ほどの大聖堂が見えてますね。花が咲いてますね。
あれ、また別の教会が見える。随分立派な教会ですよね、こちら。ということで到着しました。こちらがネオゴシック様式とネオロマネスク様式が融合した教会です。とても立派な教会ですね。2007年には歴史的建造物に分類されています。ああ、でも開いてないや。開いてないですね。反対側もチョップしてみよう。開いてない。ということで、ここで慌ただしく昼食です。今回は鴨の胸肉を赤いフルーツと蜂蜜のソースでいただきました。この赤い実は果物のネクタリンです。食後にエスプレッソを一気に飲み干してまた出発します。今回食事をしたお店はこちらです。ご興味があればぜひ。レストランを出てすぐにこんなものを見つけました。こちらは遠い昔、時計を持たない貧しい住人のためにとアミアンの市長が寄付したお金を元手に町議会が設置した時計なんだそうです。もう本当に太陽が出ると日差しが暖かいのでちょうどいいぐらいですかね。あ、鐘が鳴ってる。これ何の鐘？右側から聞こえ、あ、あそこにあの、またちょっと寄り道になりますけど、これか、これですね。なんかすごい変わってる。こちらは1926年8月に歴史的建造物に指定され、2005年3月にはユネスコ世界遺産に登録されたアミアンの鐘楼です。なんか広場になってますね。なんだあれ、これなんだ、これ井戸。こちらはホテルデビルって書いてありますね。こちらが視聴者の正面の方ですね。かつては円形闘技場だった跡地に建てられた視聴者です。おお、これすごいな。19世紀末にネオゴシック様式で建てられた現在の教会は2001年に歴史的建造物に分類されています。面白い。これなんだ。見れば見るほど素敵な建物が立ち並ぶアミアン市内です。こちらの建物、プリフェクチュールって書いてありました。ほら、プリフェクチュール。あ、少し雨かも。あと270m です。ピカルディの美術館に向かっています。これもすごいな。これ何ですか。あれ、これかな。これ、こちらがそのピカルディ美術館でした。あ、書いてあった、ミュゼデピカルディアミエン。美術館の入り口はこちらのようです。電車に間に合うように今15時26分です。電車は帝国通りにアミアンを出発しました。灰色だった空は青色を取り戻して、雲も白く輝いています。これから2時間をかけてパリの北駅に戻ります。ということで、今回は大聖堂を中心にアミアンの街をご紹介いたしました。今後の皆さんのパリ旅行の参考になれば幸いです。ご感想お待ちしています。ということで、明日もいい日になるといいですよね。それではまた。